本日は信じられない、信ない、何のせいだ、白菜真食い虫、はい、食われてるよ、うん、っていうお話です、はい、猛暑、残暑、うん、多いらしいよ、うん、虫が、あー、なるほど、要注意ですな、はい。こんにちは。こんにちは。どうも。岩崎です。ママです。相変わらず、はい、大阪は33度、最高気温。なんじゃい。まあ、この辺はもうちょっと低いけど、30度は超えてるけどね。はい、9月の19日。はい、今年は異常な残暑です。です。残暑が厳しい残暑。うわあ、いきなり。ということで今日は、はい、塾生のゆうちゃんの、はい、ミニ白菜なんですが、うん、白菜どうよ。真食い虫が、ほう、炸裂しております。炸裂中。ほら、なんか今ピョンって跳ねたよ。あ、それバッテン。うん。あ、生きてるわ。ちょっとお隣行きます。ほら、生きてる。生きてる、ほら、ほら、わかる？大きいの。これ見えなかった。ほらほら、これ。あ、映しちゃった。うん。はい。その中心におるやつね。そう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 、新大久保虫。うん、こいつらの正式名称は、はい、ハイマダラのメイガ。おお、メイガなんか。メイガシリーズですわ。なんじゃい。ハイマダラのメイガね。ちょっと他のとこも映すね。映して。ひどいな。結構いかれてるな。ねえ、ひどいね。あ、昨日な、うん、あれトレボン乳剤やったっけ。おお、なんかね、巻いとったから、巻いてたね、うん、まあ、多少は死んでるわ、うん、ただやっぱりね、トレボンはね、適用がないのよ。適用がない、あのハイマダラのメイガ。あ、そうなん、うん、うん、適用がないのでやっぱりちょっと効きが薄いかもね。おお、全滅には至らない。うん、まあ、効いてるは効いてるよね、うん、多少は死んでるんやけどさ、うん、生き残ってるやつは生き残ってる な。あ、これもうんこがすごいわ、ここ。おるんちゃん。あ、おるかな。まあ、あのね、今年はね、はい、ちょっとね、要注意です、真食い虫。要注意、はい。真食い虫は、夏が暑くて、うん、雨が少なくて、おい、残暑が厳しい年に、うん、結構大量発生するらしいよ。今年ですな。ですな。まさに今ですな。ですな。その年々で結構この発生度合いのブレは大きいらしいんやけど、うん、まあ今年はもうすでにいっぱいあるということは、うん、多いな。多いな。あ、ここはもうとりあえずはお留守になってるかな。うん、でもこんだけやられるとな、中心行かれるとあかんのよね、うん、死んでるは死んでるけどね、なんじゃまあ、てな具合ですわ、はい、死んでるは死んでるんやからな、うん、まあ、こいつね、真食い虫ってね、はい、あのヨトウムシみたいに大量に産みつけてうわーって出るっていうんじゃないんよね。で、またアオムシみたいに一個ずつに産みつけて一個ずつこう折るっていうんでもないの、うん、チュ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 ってこんな感じよ。厄介やな。だからチュ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 っておんのよ、うん、だから5、6匹バババッておったりすんねん。はいはいはい。なあ、だからまあとりあえず一通りやられてしまうってことやよね。そういうことやね、全部ね、うん、ああ、それが今年は大量に発生してると。で、まあ、どんな野菜がやられるかっていうと、はい、基本油中やね。油中、もともとは大根とか大根真食いっていうの、大根がメインやったみたいなんやけど、最近はもう結構何でもいくぞみたいな、うん、キャベツ、はい、白菜、はい、小松菜、あ、ブロッコリーみたいな、はい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 、こう油中のね、野菜をいっちゃうみたいね、はい、あ、美味しさ知っちゃった、うん、これもおるわな。で、あの
対策やな、対策。はい、そうなのよ。対策はね、うん、まあ、家庭菜園の人とかやったら、うん、もうトンネル防虫ネット、あ、もう囲う、もう根本的に物理的にシャットアウトするみたいな感じかな、はい、うん、まあ、それでもなんか、ま、隙間から入ってきてみたいなのがあるけどな、まあまあまあ、うん、まあ、なかなか難しいとこやよ、うん、まあ、この白菜とかこの油中の野菜はな、うん、初期はもうやっぱり農薬いるよね、いるな、うん、暑い時期やしな、うん、なので2つ目の対策が農薬ね、まあね、で、まあ、どんな農薬がいいかって適用ちゃんと見てないけど初期に植え付けの時にオルトランとかアルバリンとか、はいはいはい、その辺じゃない、流剤じゃない、うん、まあ、その辺は適用表を見てください、はい、でそれで初期は防げるやん、うん、結構その辺で適用はないけど、うん、あんまり使えへんみたいな、うん、あれみたいなもんね、ネキリムシも適用ないけどけえへんやん、そういうことやね、薬撒いてから、うんうん、でそれがでもやっぱり大きくなってきたら薬の効き目なくなってくるわけよ、そうやね、ある程度大きくなったらな、うん、ならもうあれよ、バーって巻くしかないみたいね、薬剤、うん、でね、巻くやつはね結構いろいろあるんやけどね、うん、適用のあるものないものそれぞれあるからね、はい、まあ、巻いても基本的にはいけるんやけど、フレバソンフロワーブル、アルバリン顆粒水和剤、うん、アファーム乳剤、アファームな、フェニックス顆粒水和剤、まあ、その辺まだ他にもいっぱいいろいろあるね、はい、でその辺の農薬を、まあ、トレボンもな、トレボン乳剤も、うん、適用、この白菜適用あんねんけど、ハイマダラのメイガ、このメイガちゃんには適用がなかった、ね、これなのよ、うん、そういうことよ、でもキャベツには適用あったりな、あ、なんかわけわからんのけど、うん、まあ、そういうのもあるから、まあ、その辺は注意してやってもらって、うん、まあ、俺はだからこういうのが嫌やから、この白菜はあんまり作らへん、そういうことやな、キャベツな、うん、ね、もうね、やっぱり出てしまって、今年の場合は特にね、もう多いから、うん、週1ぐらいで、週1で、うん、巻いた方がいいかもしれんね、ね、発生時期がだいたい8月から10月ぐらいやから、10月、うん、やっぱり10月の初旬ぐらいまではちょっと守ってあげらなあかんな、うん、ね、まあ、薬は同じ薬でもいいけど、ちょっとたまには変えてる、うん、まあ、それはめんどくさいからな、うん、まあ、それはしゃあないけど、やらなな、せっかく植えたのにさ、もう真空虫にやられたらもう止まるからな、ねえ、もう時を止めようやね、時は戻らないけど時を止めてしまう、それはあかん、うん、対策としては、はい、まあ、だから防虫ネットするとか、うん、あとは農薬撒くとか、うん、以外に、はい、これやな、これ、はい、ちょっとひにゃひにゃやけど、はいはいはい、時期をずらす、おお、はい、こっち側はもう、うん、ある意味ちょっと やばいやん、うんうん、でもまあ今からまた植え付けて、これ農薬撒いてると思うから、うん、しばらく大丈夫やし、まだ間に合う、大きくなるまでな、うん、で、まあ、これ以外にもまだ今から種まくとか、うん、だから真空虫が出ない時期に植え付けられるようになるやん、はいはいはい、まあ、だんだん後ろへずらせばずらすほどできんの遅なるんやけど、そうだよね、でも10月ぐらいまで種まいてもまだ間に合うから、まだいける、うん、まあ、さすがに11月12月でなってくるとちょっときついけどな、うん、うん、まあ、10月ぐらいまでやったらまだ間に合うから、10月巻きにすると植え付けする頃にはもう真空ちゃんはどこかへ消えて、ちょっと寒いから、そう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 、まあ11月過ぎるとな、無農薬状態になっていくから、大丈夫、うん、うん、いや、それはさすがにもう青虫とかヨトウムシはちょっと生で、まあまあ、年内ぐらいまでは粘っておるけどな活動しよるか、そうそう、まあ、でももうカチカチに固まって寒くなると思うんで、うん、そういうふうに時期をずらす、ね、時をずらそう、ね、ずらそう、うん、ずらをずらしてはいけませんが、あ、それはあかんな、はい、いや、だからもうね、やっぱ今年はね、ちょっとね、虫多いと思うよ。やっぱり？うん。泡の銘菓もな、はい、トウモロコシ。あ、トウモロコシね。うん。あ、あとは、ハスモンヨトウがな、うん、里芋にいっぱい来てるし。そうね。あとは、オオタバコガはあんまりおれへんか。ああ。もう、一時おったよな。そうだね。で、これやろ？うん。うん、秋取りきついね。食い虫な、うん。うん。で、オクラにさ、ムカデがな、あれは違うな、あれは違いますよ、カマキムシやと思ってさ、ピッと触ったら黒い塊があるから何かなと思ったら、ムカデがその中入っててな、怖い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 、もうやめてよ、さすがのパパもギャー言ってた、ギャー言ってた、うわーって珍しいいやいや、まあこんな感じでね、はい、一応まだここにもおるわ、あれ
シンクイムシね。まあそうやっても根本潰していくしかないよね。まあ一個一個取って。切りないけどね。切りないやんか。うん。で、取ってるつもりでもさ、あの、ちっちゃいやつ見逃してたりするのよ。だからそれがまたすぐ大きなるからな。うん。で、大きなってこれ、あの、成虫になったら、また卵産むよるからな。確かに。うん。成虫になってすぐ産むらしいで。あ、そうなん？そうよ。ええー。6でもないわ。ほんまやな。まあそんな感じなのでね、今年はもう、ちょっと、はい、あのもう植え付けしてしまった人は、うん、要注意でチェックして、そうだね、もう初めの時期だけはもう農薬行くしかないと思う。ね、もうこれでなんかここで潰されたらもう私の青春返せ状態よ。そうやな。ほんま。私の8月返せみたいな。そうやな。うん、でちょっと後ろへずらして種まきやったら今からまだできるから、うん、まあもっぺんなあの今回この時期で真空虫にやられて撃沈した人は、はい、もっぺん。もっぺん。うん。で一応あれよ。あのね、苗作ってる時もやっぱり育苗時期もあの、うん、トレボンなりなんなり苗の段階でも、うん、巻いとかなあかんと思う。俺は去年それせんとね全部なくなったから。そうね、もうやる気なくなったから種ごとゆうちゃんにあげたもん、ね、そうそれがこれね。これね、うん、ちゃんとできるといいけど。そうよ、白菜欲しいでな。うちのね直売所に、 うちだけが出してる直売所には白菜ないからね。そうそう、俺が作らないから、うん、そうなのよ。これが期待の星だよ。そういろんなね、あの、今ほら、LINE 公式アカウント。はい。こっちでね、いろんなあの、質問結構もらえるようになって、うん、毎日1件か2件、そうね、多い時やったら4、5件、うん、質問くれるのよ。お悩みお悩み。うん、大根が辛くなるのはなぜですかとかね。冬なのに。ほんならこっちも調べるやん。うん。まあそんなもん俺、知らんからな。知らんから調べんのよ。な、この農薬は巻けばいいですかって。それも知らんやんか。知らん。全部調べんねん。うん。Google 先生で。うん、ほんだら、ものすごく勉強なんねんな。うん、今回も勉強になってさ、まあ、そのうちね、今年も大根は作らないけど、うん、大根を甘く作る方法みたいなのね、明日あたり動画また撮影して、やろうかなと思いますが。あるんやで、甘く作る方法。そうなの、うん、まあ、辛くなる方法も分かった。あ、はい。まあ、それはさておきな。はい、そういう、あの、質問とかも、あの、してもらったら、はい、お互い勉強になるんで、ね、で、YouTube のネタにもなるんで。いや、みんながね、どんなことをね、あの、わからなくて困ってるかっていうのは、どうしても見えないから、そうだね、うん、その質問をかけてもらうと、すごい、あの、勉強になるんで、うん、ぜひともね、LINE 公式アカウント、あの、入ってもらって、うん、質問投げかけてください。うん、で、一応、まあ、もう告知しときますけど、とりあえず、自然薯の季節になったら、ネットショップのご案内するんですけど、はい、LINE 公式アカウントの人は、10% 引き。お、やい。やい。10% でも、自然薯3000円ぐらいするからな、うん、大きいでな。そうよ。うん、まあ、あの、俺のできることはそんなことぐらいだ。はい。はい、まあでもね、今年暑いよな。暑い。大根だってこれ。大根。そうやもんな。白菜ね。え？あと白菜くらい。大根と思って。もう白菜食べて歯臭いとか言ってたよな、子供の頃な。もう暑いんだから。ね。いやだからさ、今からうちもさ、植え付け行くやん。うん。セロリとパセリの植え付け行くんやけどさ、行ったらさ、まずはジョウロでさ、ヘロヘロになってるとこの水やりしてから始まるから遅なるんやよな。ね、で雨っこもれんしな。そう、週末金曜日あたり傘マークついてたけどな。雨？うん。な、ピンポンパンプン。まあいいわ。はい。まあそんなこと、そんなこんなでですね。はい。今年は真空虫、大量発生の兆し、要注意です。はい、こればっかりはね、その自分が綺麗にしててちゃんとしてても気候的に大量発生やったら避けられませんので、はいはいはい、確かに、ね、なんぼ土作りを良くして虫が来ないようにしてるとか言っても、うん、周りが湧くとも、ああそうか、そう、もうお手上げなので、そうやね、そこはあの、まあそういう今年は多いということを知ってるだけでも、豆にこの手突っ込んで取るっていうだけでもだいぶ違うから、ね、確かに、何も知らずに気づいたら芯がなくなってたんだ、あーってな、もう信じられないよね。はい、手遅れです。はい、芯がないだけに、はい、ということで、はい、おしまいで、はい、それでは皆さん、さようなら。